クロスフィットとは、グレッグ・グラスマンによりアメリカ合衆国で2000年に設立されたフィットネス団体である。高い運動強度で行われる、フィットネスプログラムを推奨するとともに、競技スポーツとして毎年世界大会を開催している。1995年、グレッグ・グラスマンはカリフォルニア州サンタクルーズにジムを開設し、同年サンタクルーズ警察に、 トレーナーとして採用された。2000年、クロスフィットを設立し、2005年には、事務総数アメリカ国内のみで13件。2012年11月に、認証事務は5000件以上を超え、2015年現在、1万件以上を数える。そのほぼ半数は、アメリカ合衆国に存在する。2015年現在、日本においてのクロスフィット本部認定事務は、 リーボッククロスフィットアジア、力クロスフィット、クロスフィット京都、リーボッククロスフィット大神山、リーボッククロスフィット武蔵野、リーボッククロスフィット SSC、リーボッククロスフィットハートビューティー、クロスフィット伊勢、リーボッククロスフィット六本木、クロスフィットバグース、クロスフィット博多、クロスフィット南、クロスフィットハブである。さらに、 米軍基地内にクロスフィットミサは、サムライクロスフィット、クロスフィット横須賀、将軍クロスフィットが存在する。その後、国内の認定事務件数は増加の一途をたどり、2019年には40件に達した。クロスフィットは、様々な実用的な動作を高い度合いで行う、ストレングス・コンディショニングプログラムである。銃の身体能力を総合的に改善することで、 包括的なフィットネスの形成を目的としている。そして、この包括的なフィットネスを、クロスフィットでは広範囲の時間域、運動域での高められた総合的な身体能力と定義している。クロスフィットのワークアウトは、一般的に20分間以下のものが多く、高い度合いで行われるという特徴がある。高い度合いとは、 自分自身に挑戦することを求められるということである。ワークアウトの形態は基本的に2種類ある。まず、一つ目が決められた時間内にできる限り多くの運動を行うことを目的とするワークアウト。もう一つは決められた動作をできる限り短い時間で行うことを目的とするワークアウトである。これらのワークアウトはウェイトリフティング。 ジムナスティック、モノストラクチャルの3種類の動作から成り立っている。ウェイトリフティングとは、バーベル、ダンベル、ケトルベルなどのウェイト器具を使用した動作。ジムナスティックとは、腕立て伏せ、懸垂、腹筋運動、ツリリンなどの体重のみで行う動作。モノストラクチャルとは、ローイング、縄跳び、二重跳び、中長距離走などの主に心肺機能に刺激を与える動作のことである。 これらの動作を様々に組み合わすことにより、ワークアウトオブザ・デーと呼ばれる日替わりのワークアウトが作られる。クロスフィット認証ジムは、通称、ボックスと呼ばれ、ウォームアップ、動作の練習、ワッド、ストレッチなどが1時間のクラス形式で行われる。クロスフィットのクラスでは、参加者のワークアウト結果がホワイトボードに記録される。 このような競技的要素を取り入れることで参加者間に仲間意識を育て、モチベーション向上に役立てている。また、多くのクロスフィット認証事務では、クラスとは別に、オリンピックウェイトリフティング、体操、護身術などの特別なクラスを提供している。クロスフィットプログラムは認証事務だけではなく、消防署、警察、軍のトレーニングプログラムとしても採用されている。 その他にも、クロスフィット本部により認証は受けてはいないので、商業目的で、クロスフィットという名称を使用していないが、多くのフィットネスジム、または個人にクロスフィットのワークアウトは行われており、ワークアウトの結果が、クロスフィット本部のウェブサイトに投稿されている。ブルームバーグビジネスウィークハットシュベイチャール、ローラ、エールックインサイドザワールドオブクロスフィット。 g r e a t i s t c o m リトリーブドに、11、2012。グラスマン、グレッグ、アンダースタンディングクロスフィット。ザ・クロスフィット・ジャーナリー。リトリーブドに、18、2012。クロスフィット。ホワット・イズ・クロスフィットクロスフィット。リトリーブドに、18、2012。バーガー、ジル。クロスフィット・イズ・ファースト・アンド・フューリアス。スコット、ポール、エーノー・ノンセンス。 ルックアットザオフフノンセンシカル、ワールドオブフィットネスクラブス。ベストライフ、スターダード、グラント、インサイドザカルトオブクロスフィット。メン、エスヘルス、ホフマン、マイケル、モアオントコンバットエレメントインフィットネステスト。エアフォースタイムズ、スフォン、ジェニファー H、クロスフィットワークアウトアレレアリルーティン。ミリタリーアドバンテージ、日本で受けられる、クロスフィットのジム一覧。 ありがとうございます。